はい、皆さんこんにちは、村長です。いよいよ今日は大晦日です。皆さんはどうお過ごしでしょうか？今日はですね、タイトルにもちょっと大げさなぐらいにつけました。これをしっかり覚えれば DTM はですね、これから上手になるか、それとも停滞するか、ここが大きな変わり目です。皆さんもルーティングという言葉はね、聞いてると思うんですが、これなかなか初心者の人が理解しにくいですよね。いや、初心者の方だけじゃなくて、今日のお話は上級者の人でももう頭がこんがらがる、そんなようなお話ですが、でもやろうとしていることは、どうにかしてこの目の前にあるスケーラーありますよね。このようにしながらコードをいろいろ作っていったりとかいうふうにスケーラー2はやってると思うんですね。スケーラー2の便利な機能としましては、まあ、今これスケール C メジャーに合わせてダイアトニックコード、それのトライアドというんですね。トライアドっていうのは3音でできてる和音のことを言うわけですけれども、いわゆる一番初歩の初歩、これをですね今弾いたわけです。そしてスケーラーはですね、1個だけ先にポイント言っておきますね。設定のところでここを使うときには4ビートにしておく方が1小節に1個のコードということでやりやすいです。もちろん半小節でつなげていくためにはこれを2ビートにしておく方がいいんですが、ここ抜けててですね、1小節にならないよという方ずいぶんずいぶんいますよ。だからこれを設定することを忘れないでくださいね。そして、まあ、本題の指1本で弾くというのはですね、この画面の右側にあるミディバインドと言ってるんですけれども、こうすることによって指1本で弾けるようになるわけです。これにはモニタリングですね、これをしておく必要があると思います。そしてはい、この高さの音程のところを弾くと灰色になっているところ、これ指一本で弾けるわけです。指一本というのは、今ピアノを表示しましたのでよく見ててくださいね。はい、こうやって和音が弾けるわけです。そしてスケーラーは2というバージョンで、その中でもだんだん進化してきましてですね、今日現代はスケーラー 2.7 というのになってるんですけれども、ここのパフォーマンスというボタンをクリックするとですね、もうフレーズが弾けるようになるわけですね。ここでパフォーマンスもしくはフレーズとかそういうのを選んだりすると、同じように指1本で弾いてもこのようにイメージをつけるには、これだけで一つ成り立ってるということがあります。でもですね、これをより便利に使ったりするのには、ルーティングとかフィルターとかっていうので他の音源で鳴らしたりということがあります。今日のその音源というのは UJAM のバーチャルピアニスト VOGUE というソフトです。このボーグは本当に素晴らしいピアノのフレーズをものの見事に弾けるようになるソフトです。一度ピアノをインサートしてみましょう。はい、これがボーグの画面です。このボーグというのは和音を弾くと、このようにフレーズが弾けます。それがたくさんのこのような、どちらかというとポップスに合うようなスタイルと呼んでいますが、そういうのが変更できます。はい、それだけではなくってですね、今案外低音が鳴ったと思うんですね。
はい、このフレーズがここの幅を変えるだけで今度は高い感じの音が鳴ります。素晴らしいですね。もちろんこれだけじゃないですよ。左手をここでこのバリエーションを変えることによって、そしてモッドホイールを動かせば手数が増えます。はい、こんなことができるんですが、今お気づきになった方いますか？はい、これを押したら音が鳴ってしまいます。まだ波長長でこの発見を押してるときはいいですが、波長長弾いてるのにこんな黒鍵を押したらですね、もう音がおかしくなりますよね。これはスケーラーの方ででも音が鳴ってるからです。スケーラーの画面を出しますと、先ほどの指一本の話、そこにこんな音を追加していることになるんです。左見てください。はい、こんなスケール外の音が入ったりします。ここでフィルター、ルーティングという話が出てくるんですね。ここからが皆さん今日は本題ですよ。まずここに入らないことにすることと、僕は一つの指だけで弾けるというこの機能をですね、まずこの領域じゃないところにしたいわけです。この一番高い領域、そうでないと今僕の前には37件のアイリグキーズというキーボードがあります。これがね、2台とか3台とか使うんであればまた違うルーティング方法もできるんですけれども、まあ皆さん大抵は1台の鍵盤を使ってると思うんですね。はい、場所がある人はいいんですけれどもね。ここでまずこちらの方に制御を移したいと思います。そしてここ見えますね。これオクターブ1個下げてあるんです。キーボード自身をトランスポーズしてるんですが、ここを押した時、1オクターブ上のところでこのバインドミディという機能をやりたい時は設定を変えないといけないんですね。それは設定メニューのところの下の方に行きますと、はい、ここにですね、バインドミディというのがあるんですね。ここでオクターブを上げます。はい、ここから始まるよというふうにするわけです。そうすると僕の指を見ててください。もう1オクターブ高いところでこれが実現します。そして今はこのスケーラーの中のフレーズ機能を使っているわけですよね。ここからが重要ですよ。バーチャルピアニスト、これからこれを活かしたいと思います。それはどのようにすればいいのでしょうか。ということは、このですね、音域、任意にここで和音を足す場合はいいです。例えば G、G に G7 にします。これはいいわけですから、2オクターブをこのスケーラーに割り当てたいというわけです。それはどうすればいいのでしょうか。2つの方法があります。インスペクターを出します。スケーラーのところでインスペクターを出します。そうしまして、まずはわかると思うんですが、このインは今すべての入力になっていますが、固定をするならばアイリグキーですよね。こうやりまして、
ここに皆さん見たこともないという方もおられると思うんですが、ノート FX というのがありまして、ここでプラスを押してインプットフィルターというのを出すんですね。この時にもうこの低い音は鳴らないようにすればいいわけです。例えばここまででいいわけです。はい、ここまででいいわけですね。はい、今そうなってますね。そして上はいくらでも欲しいわけですね。この12音で済まない時もありますので、このように上にしておきたいわけです。そうしましたら見ててくださいね。この隣の C の音を押さえます。はい、音が入らないですね。どうしても入りません。ちょっとキーボードが端まで見にくかったので今動かしました。ここの C の音、はい、何をしても鳴りませんよね。もちろんここは鳴ります。そしてもちろん僕が目的としましたこのバインドしている部分、これもこのようにできたわけです。はい、ここでのキーポイントはアイリグキーを1オクターブ下げてあるということです。ここの範囲の中で全部やろうとしてるからですね。この3オクターブを使おうということです。だからオクターブを下げてあるということです。そして一番右のオクターブでこのようにワンアクションのダイアトニックコードを弾こうというわけです。そしてノート FX でキーボードの範囲を限定しました。こういうことをフィルターと言います。インプットフィルターと書かれてますよね。これでフィルターをかけました。で、先ほども言いましたようにこのちょっと下はテンションコードをつけるためのものです。ではルーティングの話に持っていきます。ここから流れてくる音をバーチャルピアニストに送りたいわけです。送りたい時もこのキースイッチの領域に入ってもらっては困るわけですね。ここに入ってもらったら困るわけです。勝手にキースイッチが変わってしまいますので、ここに入らないようにするためにはどうすればいいかということです。この出てくるミディを処理しないといけないことになります。それにはですね、プラグインブティックさんが無料で素晴らしいソフトを開放してくれています。概要欄に貼っておきますのでダウンロードして使ってください。このミディポリッシャーというソフトです。部類としてはインストゥルメントになっていますけれども、これをトラックに挿します。はい、こんな画面ですね。バーチャルピアニストも開いておきます。ちょっと画面は小さくしておきますね。このスケーラーから流れてくる音をバーチャルピアニストに持ってきたい。通常はここでですね、どこから入ってきますかという時にスケーラーから入ってきますとこうするんですが、それではですね、変な音が入ってくる場合があるわけですね。それをフィルターかけるのがこのミディポリッシャーなんですね。そしてここでここプラスを押していくと、ここは入ってきたらダメだよというのがですね、このように指定できるわけです。そうしましたらこれでですね、どのようになったかというと、このバーチャルピアノの中にはどっから入ってくるかをですね、この今作ったミディポリッシャーから入ってくるというふうにルーティングをしないといけないわけです。そうしましたらスケーラーを弾きますね。キーボードでは入れれないですけど、でもマウスではこのようにクリックができます。はい、これで実験的にできるように、ここは音を鳴らないようにスケーラーの音源を切っておきます。ですから音鳴りませんね。
はい。でもですね、信号は行っています。このミディポリッシャーもモニターをかけます。そうしますと、行ってますね。はい。ミディポリッシャーの画面見てくださいね。はい。もちろん、はい、ここまではいいんですが、でもここは鳴らないようにしましたから、入ってきても音は入りませんよね。ただしスケーラーのコードは入れるのかということですが、ここ以下は音が入ってこないよというふうに今指定をしたわけです。そうしましたら、ここで和音も1本で弾けます。もうちょっと違うのでやっておきましょうか。わかりやすいコード感のあるやつ。はい、このようにコード感のあるやつ、これでやりますが、このようにしても絶対に左の領域には入ってきません。もしくはもう一個方法があるんです。すごくややこしいですよ。だんだんしっかりメモでも取って覚えてくださいね。スケーラーの方からどんな音を作るかという機能がここにあるんですね。ここにありますボイスグルーピングという機能があるんですね。これをチェックしておきまして、そしてここでこの領域ですね、 C3 から B4 まで発生しろという、ここでですね制御しとくこともできるんです。そうすると見ててくださいね。はい、ここになりましたよね。でも今度はここをちょっと変えます。そうするとオクターブが下がってきたり、ダイナミックというのにするといろんな音が出ます。すごく低音も弾かれてますよね。でもこれはフィルターをかけてあるからですね、決められた音しか来ないんです。この時にまた方法があります。今ここでミディポリッシャーというふうに入力をしましたが、これなしにしておきます。スタジオ1の場合はダイレクトインというのがあります。ここでミディポリッシャーを指定するんです。そうするとこのようになるわけです。でもフレーズが来てないですよね。フレーズが来ていない。これはよく見てください。左のミディポリッシャーのトラック、ここですね。ここ見てください。はい、キーを押した時だけが来ていますよね。これはなぜかというと、すべての入力になってしまっているからです。これをですね、スケーラー2の排出するミディというふうにすると、これが指一本でも防具に来ましたね。
はい、このようにまたスケーラー2からこの MIDI の入力をしないといけないわけですが、だんだんややこしになってきますよ。ここで今はパフォーマンスということで出していますので、このパフォーマンスは切りますね。そしてこのボイスグループも切っておきます。そうすると純粋なコードが Vogue の方に送られるようになります。見てください。はい、オクターブギリギリですね。はい、キースイッチにも入りそうになっています。まあこれでもいいんですが、もう一度ボイシングを制御します。ここでもう少し上の方にします。今選んだのはグルーピング C3 から B4 までです。こうしましたら同じように弾いてももっと高くなります。ほら、はい、このようにしてですね、出音をどこにどの高さで送るか、それがスケーラーのこの機能なんですね。これでもうスケーラーの部分は C メジャーを出すという部分ではもう見なくても大丈夫ですね。そうしまして、これでグルーピングができたのはいいんですが、ここで今バーチャルピアニストの方は一旦ここでなしにしています。これでですね、キースイッチを操作したいですよね。これなしのままだったら、今キースイッチ押してます、見えてますか。はい、キースイッチ押してますけれども、これ全く反応しないですよね。だからこれはアイリグキーにしないといけないわけです。そうすると、はい、このように動き出しましたが、こっちに指いったらまたこんなことになるんです。そうしましたら、ここでこのバーチャルピアニストにもフィルターをかけないといけないです。この時に今日はね、スタジオ1を使ってる人だけが見てくれてるんではないですので、まず一つ目はスタジオ1、先ほどやりましたインプットフィルター、これでですね、まだ今入ってますよね。そしてこれをですね、ここまでにするんですよね。そうしましたら、ここより高いとこはこれまた、まだ入りますね。はい、ですからこれは本来はここまでなんですよね。そしたら今度はここを押してもこれ入らないです。入らない、いや入らないって、村長入ってるよと。これは違うんです。これはスケーラーから来てるんです。はい、これ入ってるんじゃないですよ。はい、ですからこれスケーラーをバイパスしますよね。そうしましたら、ほら入らない、スケーラー効いていない。ですから今は入っていないんです。でここだけがこのように入力ができるわけです。そうしまして、もう一度スケーラーを活かしますね。そうすれば指一本とキースイッチも こんな風にすればいいわけです。このバーチャルピアニストにアイリグキーを設定して、そしてフィルターをかけて範囲を固定しました。でもですね、他の DAW の人にはこのようなインプットフィルターが
あるかどうかが分かりません。そういう時はこれ一旦削除します。先ほどのミディポリッシャーをもう一個入れます。このミディポリッシャーの二つ目のインストゥルメントはですね、このキーボードを入れるためだけに使います。ですから、ここで今低いところ緑色になってますよね。ここまでのところをフィルターをかけてしまえばいいわけです。ここまでにしてしまえばいいわけです。キースイッチのところだけやりたいわけですから、今度は高い方ですね。高い方もこれですね。こちらはですね、この1オクターブだけを通すようにキーレンジで設定をすればいいわけです。こうしましたら、この音だけを通すようになります。そして、このバーチャルピアニストのルーティングはアイリグキーじゃなくてミディポリッシャー2。この2にやればですね、ここだけしか入らなくなります。入らなくなるのがわかるように、もう一度スケーラーをバイパスしておきます。今、ここはちゃんと入ってきてますね。でも、ここから上は入ってこない。入ってきませんね。ここだけが入ってくるわけです。このように、ミディポリッシャーを使ってフィルターをかけるとですね、入ってくる音を制御できますので、そのミディポリッシャーからのイン、これですね。これをやればですね、キーボードの範囲を限定できるということになります。ミディポリッシャーは先ほど言いましたように、すべての DAW の方が使えますので、これを使うと、スタジオ1の人しかできないよということがなくなるわけです。スタジオ1にはいろんな入力の仕方が、先ほどもやりましたように、こうやってダイレクトインですね。このようにすることも可能です。ですから、ルーティングをうまくやってですね、2つのソフトをつなぎ合わすということが大事です。今見られた中では、なかなかすぐによっしゃ、わかったと言って、サクサクっとできる人は多分ほぼいてないと思います。でもですね、キーポイントを整理しましょう。まずはスケーラーを入れる。これ第一のポイントですね。そしてそれを入れるんですが、ミディの入力を制御しましょうということです。このミディポリッシャーというのを使ってですね、スケーラーに入力できる範囲を決めて、それをスケーラーに渡すということになります。そうすると余計な音程はいかなくなります。今度はそれでスケーラーで和音を弾きます。和音を弾くときはバインドミディを使うとこのように指一本でコード演奏ができることになります。そしてちょっと応用ですけれども、スケーラー2は別に白玉の和音だけを送る必要はありません。ここでパフォーマンスとしていろんなリフとかフレーズを送るととっても変わった演奏ができるようになります。はい、切り替えますね。こういうのもいいだろうし、こういうのもありますし、そしてリズムというのを選びますと、このように詰まったようなものもできるわけです。でも標準的にはね、バーチャルピアニストをうまく使うんであれば、普通の和音を送ってこのようにして、そしてこちらの方のフレーズ、これを使って変更していくのが案外スマートな方法だと思います。そうしまして、このスケーラーから出ていくときに、出音自身をどこまでのフィルターをかけるか、
この領域には入ってもらったら困るわけです。そういう時にポリッシャーでこっから下の音出さないでちょうだいねというふうにセッティングをするわけです。今度はバーチャルピアニストにこの左の領域だけをダイレクトに入れたい、そういう時にはこのようにその部分だけフィルターを通しまして、その入力をバーチャルピアニストの入力に使う、ミディポリッシャーの2番目のインストゥルメントですね、ここからの入力を入れるというふうにルーティングをすれば、夢のような指一本でこのようにできて、そしてテンションコードも入れます。はい、この一番高いオクターブは指1本だけでいいんですが、例えば C メジャー7にしたいときは C7、 このようにできます。スケーラーにはこの2オクターブ分だけ開放しているわけですね。そしてキースイッチを組み合わせます。バリエーション、あんまり低音のない音、モッドホイールで手数を増やします。ピッチベンドで音量を変えます。はい、そしてここだけは手でやる必要があるんですよね。もちろん録音の時は、思いっきりフレーズを変えたい時は A メロサビとかいう風にやっていただいたらいいと思うんですが、今日は別に防具を買ってこれをしろという話ではありません。ルーティングにですね、スタジオ1の方はダイレクトにキーボードから入力するのをですね、制御できるノート FX という機能ですね、このことと、それがない人のために無料のミディポリッシャー、そしてそれらをどのようにルーティングすればこれが実現できるのか、ここをお話ししました。皆さんもちょっと難しいですけれども、頭をこれに全集中してですね、ちょっとやってみてください。いや難しいからもうやめとこうではなくってですね、ここを乗り切るか乗り切らないかでですね、ものすごく変わったことができます。キーボードを同じように弾いても、キーボードの半分の音はこの音にしてとかいうようなことができるわけです。それがいい証拠に、これのスケーラーのところでですね、このまま今音はオフにしましたけれども、この音を例えばこのブラスアンサンブルというふうにしたりするとですね、指一本で弾くだけなのにアンサンブルができるようになります。Thank you.
はい、どうでしたでしょうか。2023年もまたまた村長スタジオのこの YouTube チャンネルよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。